皆さんこんにちは、村岡にこです。今回の動画は最近の購入品を紹介したいと思います。こちらです。どーんと、おっと、これ韓国から直接国際便で送られてきたものになります。コリアデパートという通販サイトがあるんですけど、そこでもう韓国コスメとか、あとは食品とか、あと洋服なんかもね売ってる通販サイトで、でほぼまあ韓国その現地で買う金額に結構近いぐらいのお安い価格で全て売っているので、私はよく利用してます。でそこで今回はちょっと切りよく1万円分購入しました。中身開けるとこんな感じです。かなりずっしり段ボールに敷き詰められて入ってます。まず一つ目、これサンプルのいろんなののセットなんですけど、コリアデパートで買い物をすると絶対いろんなサンプルを結構くれるので、これがねすごく嬉しい特典なんです。ではここから商品説明していきます。まず一つ目こちらです。ミシャのクッションファンデーションです。これソニプラとかでもね日本で1000円ぐらいで安く買えますけど、なんとコリアデパートでは600円で購入できます。次こちらパック、いろんなパック買いました。ダイヤモンドの粒子が入っているっていうパックであったりとか、これはね日本でも売ってるようなの炭酸のパックです。こちらはちょっと何だったか忘れちゃったんだけど、これもパックです。多分ねかなり潤いのその口コミが高かったマスクだったと思います。これ130円、240円、230円で購入しました。お次こちら、アピューのエアフィットボヤンクッションホワイトという、これもクッションタイプのファンデーション、こういう感じでね普通のクッションファンデ、もう一つ詰め替え用のリフィルと、あとスポンジですねが入ってます。1300円でした。これちょっと面白くて、なんと中身が白いんです。真っ白いクッションファンデーションです。なのでクッションファンデというよりちょっと下地みたいな感じで、肌のトーンを上げて上げて、そこから、まあ、ファンデーションとかを重ねて、クッションのファンデーションをね、さっきのミシャのやつとかを重ねて使うといいらしいです。ちょっとこれ気になったので買ってみました。次はこちらです。私の大好きなイニスフリーのノーセラムパウダーです。これは私今までずっとリピートして、もう多分50個ぐらい使ってるものなんですけど、これ韓国で油取りパウダーって呼ばれてるくらい、かなり皮脂とか予防してくれるパウダーで、一日中サラサラな肌を持続させてくれる最強のパウダーです。これも日本ではね意外と見つけられなくて、毎回コリアデパート、なんならこれを買うためにちょっと使ってるぐらい大好きなパウダーです。587円で購入できます。お次はこちらです。 It's Skin のピーリングトナーという拭き取り化粧水だったかな、664円で買いました。これかなり口コミが良くて、でもうほんと洗顔後とかに、まあ、これフォトに染み込ませて拭いてあげると、その洗顔だけで落としきれなかった角質とかを結構しっかり使ってくれるので、最近ちょっと毛穴の詰まりとかが気になってきたので、ちょっとこれを試してみようかなと思って買いました。次こちら、 It's Skin のパワーフォーミラーという美容液になるんですけど、これさっきのと一緒で It's Skin で、これかなり定番のアイテムみたいなんですけど、私この緑のタイプの、これはね多分これも確か毛穴とか角質とか用に向けたやつだったんだけど、これ以外にも例えば美白であったりとかハリとかをっていうので、まあその自分の好きなあのタイプを選べるという美容液で800円で購入しました。次こちらです。こちらも It's Skin、 同じく It's Skin のプリズマダイヤモンドパクトという、これファンデーションではなかったかな、ではなくてパウダーっぽい、ファンデーションというか、まあ、フィニッシュパウダー的な感じでも使えるような、なんかちょっとスタイリッシュなねパッケージですけど、これもね結構口コミが高くて購入したんですけど、750円で買いました。でこれ今開けてみてびっくりしたんだけど、めちゃくちゃいい匂いします。清潔感のある、ちょっと甘いんだけど、その甘すぎないこう石鹸っぽいというか、すごいいい匂いします。つけ心地もサラッとはしてるんだけど、なんかねこのこれ自体がふわっとしてて気持ちいい、なんかこう肌にのせても多分あんまり重くならないようなパウダーかなと思います。あ、いいなこれ、今つけちゃってる。うん、色もねそんなになんかこう
濃すぎず薄すぎず、ただ結構綺麗にはカバーはしてくれる感じがする。これいいかも、当たりな気がします。次はこちらです。こちらも It's Skin のアイブロウです。これなんと130円で購入できました。これも口コミが良くて130円でね、アイブロウってまず買えないと思うので、とりあえず買っときました。次はこちらです。ちょっと一緒に紹介しちゃいます。こちらビューティーピープルというところのジェルティントと、あとこれクッションのアイシャドウでした。パッケージが可愛いの。っていうかビューティーピープルってビューティフルピープルじゃんみたいな風に、あのね、服のブランドのやつかなとかって思ったんだけど、こういうねコスメブランドもあるんですね。ジェルタイプなので結構色のつきがいいんじゃないかなと思います。何よりこのパッケージが可愛くてパケ買いしました。でこっちのアイシャドウはクッションタイプなので結構色づきがいいんじゃないかなと期待して買ってみました。こっちのティントは670円、こっちのアイシャドウの方は500円で購入しました。そしてお次はこちらトニーモリーのティントです。これは安かったので2色買いました。なんと244円で買いました。色はちょっと濃いめの赤とオレンジだったかなを買いました。お次はこちらです。ゼセムのカバーパーフェクションチップコンシーラーというチップタイプのね、ちょっとポイント使いできるようなコンシーラーです。こちらのコンシーラーはあの会社員 A ちゃんが絶賛してたというコンシーラーだそうだったので、気になって買いました。しかも値段も安くて440円ぐらいで買いました。コスメはこれで以上なんですけど、あと食品系をねいくつか買いました。こんな感じのカップラーメンとかね、これは炒めるタイプのやつで、これはなんかエビスープ、これも辛いらしいです。あとこれ冷麺ジャジャ麺みたいなやつ買いました。この辺も全部100円台で購入できちゃうので、わざわざ韓国に行かなくてもね、こう現地に近い金額でいろいろ購入ができるので、コリアデパートはとてもおすすめです。で、まあ、今回ちょっと簡単な説明になっちゃったので、まあ、使用感であったりちょっとこういいものがあったりとかしたら、また動画でレビューしたいと思います。なんかこれ気になったよとか、これまたもう一回動画に上げてっていうのがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで本日も動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録やツイッターのフォローなどもよろしくお願いします。荒岡ニコでした。バイバーイ。